はいこんにちは中学受験桜らチャンネルの竹谷直樹です今日は復活これだけで中学受験できます中学受験算数基礎講座、えー、年齢算の5回目ですね今日はね、えー、ま家族が5人の場合の年齢算っていうのをやってみようと思います この「中学受験さくらチャンネル」は中学受験の全教科全科目全単元をいつでもどこでも何度でもをコンセプトに作っているチャンネルですいいなと思ったらチャンネル登録高評価メンバーシップもお願いしますさあでは早速やってみましょう年齢差5人の場合5人家族ですさあ A 君の家は父母兄 A 君弟の5人家族ですさあ父は今58歳母は46歳兄は14歳弟は2歳で今から2年前5人の年齢の和は118歳でしたさあ1番今 A 君は何歳ですかっていうところからやってみましょう、ね、さあこれはねえー、っとここね今から2年前5人の年齢の和は118歳だったわけです。 ってことは今は1人2年年取ってんだよね。これが5人家族だから合計で10年年取ってるわけです。だから2年前合計118歳で今も10年年取ったんだから 118+10 は128歳ですよね。今ね。5人合計してね。 で、その上で、さあ、お、お父さん58、お母さん46、兄14、弟2で、A さんだけわからないわけです。お五58たす46が104、14たす2が16、合わせて120だね。だ120たす A さんの今の年齢が128歳なわけですから。 ね、A さんの年齢は1 2 8く1 2 0のまあ A さん8歳だということがわかりますねこれね、まあ、これはまあ見直しいいでしょうさあ A さん今8歳だと分かって父と年齢の和父の母の年齢の和が3人の子供の年齢の和の2倍になるのは今から何年後か。 さあ父たす母はね今58たす46のね90104です。そして兄たす A さんたす弟はというと 兄14弟えっ、ーえー、と私が 8A さん8弟が2歳だね全部で24歳ですよねで今これねで2倍になるんだけれども2倍になった時にお父さんとお母さんは1年で 合計2年をとりますね。ねえ兄と A さんと弟は1年で3年とりますよね。ってことは数年後何年後かわかんないけどやっぱり年取る日も2対3なんですよ。お父さんとお母さんが2年とったら子供たち3には3年とるわけです。だからここに2を足すわけだね。 兄弟3人はここに3を足すわけです。で、このままだとやっぱり全然ダメなんだよね。で、これが2対1だっていうわけです。2対1なんです。だから、この兄たす、A ーたす、弟たす、丸三この四角1を2倍すれば、 四角にで揃いますよね。だからこれを二倍するんです。そうすると、どういう線分図になるかというと、24は二倍の48ですね。そして、3は6ですね。これちょっと、ね。えー、24、もうちょっと長いか。24、ね。四48、二倍にします。3は6になりますよ。3は6になって、 でここが四角で揃いますよね四角の2四角の2じゃあ何が違うかっていうとここからここまで104でこっからここまで48ですから点点点点点点と下ろすとここが104く四48の56ってことだね,ね56歳そして えー、ここからここまで6でここからここまで2ですからここは2ですね6く2の44が56と分かります1は5 6る4の14で、えー、何を求めればいいかとこれ14年後だね14年後でちょっと見直してみましょう 答えは14年後ですけどね。で、お父さんとお母さんは2人で28歳取ります。28。だから104足す28で132になります。132歳になります。さあ、兄弟たちは3歳を取ります。1 4る3で42です。ここ42。で、足すと56だね。ねえー、っと、あ、66か。66歳だね。で、2倍になるでしょ。 答え14年後っていうことになるわけですいいなと思ったらチャンネル登録高評価メンバーシップお願いします、ね、明日もう一日、えー、数字書いたもの、ね、やって年齢座終わりにしましょういいなと思ったらチャンネル登録高評価メンバーシップお願いしますでは今日はここまでにしましょう